どんぐり山。これは私が小学3年生の時にあった話です。当時同級生の中でスケートボードが流行っていました。しかし活動範囲が住宅街がだったこともあって、滑れるような場所も限られており、人気のなく道が整ったところを探していた結果、少し離れた河川敷の向こう側に住宅街やビルに囲まれた小山と麓に空き地を見つけ、僕たちは活動拠点としてそこによく通うようになりました。ただ当時僕たちは小学3年生で、そこまで気が回らなくても仕方ないのですが、この山や空き地、住宅街の中にある小山あたりの謎の状況に気づかなければならなかったんです。この時はまだあんなことが起こるなんて、僕たち小学3年生の同級生5人でいつものように空き地に集まってゲームをしたり、スケートボードをしたり、サッカーしたりと遊んでいたのですが、夕暮れになって一人の友達が門限が近くなり、最後に鬼ごっこをして鬼だった人が全員にジュースをおごるというよくある罰ゲームを提案してきました。僕たちはそれに乗り鬼ごっこをしていたのですが、終盤でその時鬼だった A 君から逃げるために、僕を含め残りの4人はズルをしてスケートボードで坂を下って逃げることに。坂は少しカーブを描くような道で、順当よく A 君を負けるかなと思った矢先、突然一番先頭にいた B 君が前に倒れるようにしてスケートボードからこけてしまい、慌てて僕たちは B 君に駆け寄りました。 B 君大丈夫？幸い目立った怪我もぶつけた箇所も少なく、大事には至らなかったのですが、おい、なんで押したんだよ。心配して駆けつけた3人に向かって睨めつけるようにして突然怒鳴ってくる B 君に困惑を隠せませんでした。 B 君、C 君、僕、D 君の順に滑っており、僕と D 君は C 君が B 君と離れていたのを見ていたので、押すことなんてできるはずないのに固くなに背中を押したと言い張る B 君。そして少しして後ろから追いかけてきた A 君と合流したその時、リンリンリン、曲がった先の坂道、向こう側から鈴の音が鳴り響きながらこちらへ近づいてきていることに気づきました。坂を曲がって出てきたのは一人の老婆でした。服装はジンベエみたいなものに軽く布を羽織って、手首につけた銀色の鈴が高音を鳴らしながらとぼとぼと歩いて近づいてきたので、僕たちは騒ぎすぎたのかと思い、すいませんと謝罪したのですが、その老婆はそのままこちらを見ることはなく、スーッと隣を通り過ぎていき、僕たちはその老婆が曲がって見えなくなるまで立ち尽くしていました。そうこうしているうちに B 君の門限が間に合いそうになかったので急いで帰ることに。荷物を取りに坂を登り空き地に着いた時、B 君が小山の方に向かって鳴ってるとつぶやき、僕たち4人は何のことかわからなかったのですが、 B 君はじっと小山の方を見つめていました。その後僕たちはおのおの無事に家へと帰り、何の変わらない日常を過ごしていたのですが、ふと寝る前に僕は夕暮れの老婆を思い出しました。そういえばあの先って一本道だし、それに急いで坂を上がった時にはおばあさんは、そう、老婆が上がった先の道は脇道も家もなく、空き地を通過してそのまま小山へと続く道だったのです。門限に遅れそうで焦っていたのもあり、その時気づけなかったのですが、とぼとぼ歩いていた老婆と再びすれ違わないこともありえない。僕はぞっと何かを感じたのですが、普段からよく道を見てるわけでもないので気のせいだとそう自分に言い聞かせて、そのまま眠りにつきました。そうして3日後、再び空き地へと来た僕たちはいつも通り遊んでいたのですが、正午を少し過ぎた頃に C 君が、なあ、あの山登ってみようぜと提案してきました。もともと登ってみようという話が上がっていたのですが、なんか不気味なのと危ないかもしれないという理由で断念していたので、なぜ今更声を大にして登ろうと言ったのか聞くと、老婆が登れるなら登れるだろうと。そう、僕と同じことに
C 君も気づいていたのです。そのまま押し切られるようにして山を登ることに。小学生でも10分20分ぐらいで登れるくらいの小山で、道も獣道ではなく人が最低限敷いた道だったので、想像していたよりも安全に登ることができ、無事頂上にたどり着いた時、そこにあるものに驚愕しました。そこには古びた小さな鳥居の向こうに、ボロボロで手入れもされていない祠が立っていました。まだ太陽も上に昇っているのに、生い茂った木々や倉庫に囲まれて、あたりは薄暗く、祠周りも雑草やツタまみれで、お世辞にも神聖な雰囲気は感じられない。おい、こんなん見つけたぞ。 B 君がいつの間にか自分たちから離れて奥の方で何かを見つけたのか、それを持ち上げて見せてきました。握っていたのは、黄色と黒の線が交互に刻まれた危険を促すロープ。あたりを見渡すと、もうかすれで消えてしまっているが、おそらく立ち入り禁止の札のようなものから先ほどのロープもいくつか見える。意気揚々としていた B 君も C 君も、異様なこの雰囲気に当てられたのか、降りようか、そう静かに言って、特に何かをすることもなく下山しました。が、道中再び下の方から聞こえてきたのです。リン、リン、リン。おい、聞こえるぞ。先頭にいた C 君が足を止め、自分たちを誘導し、道をそれ、しゃがむようにして、茂みの中に身を隠しました。確実にこちらへと近づいてくる鈴の音。茂みの隙間から山道の方へ覗いていると、当然その鈴の音が鳴りやみ、どうしたらいいのかわからず、少しの間じっとして、特に何か起こるわけでもないので、道へと戻りました。なあ、聞こえたよな。そう C 君が声に出すと、皆首を縦に振る。さすがにやばいと思った僕たちは、急いで小走りに山を下っていったのですが、一番後ろにいた B 君がまた転びました。おい、早く。あ、分かってる。僕はその前にいたので振り返り、 B 君が起き上がるのを助けると、 B 君はおもむろに後ろ上へと視線を向け、そして目を見開き、眉を寄せ、口を開け、何かにおびげるように軽く声を震わせながら、早く行くぞと乱暴に僕を振り払い、他の三人に追従していきました。僕は恐る恐る B 君が向いていた方へ視線を向けると、そこには何もありませんでした。無事下山した後、門限でもなかったのですが、あまり楽しく遊べるような雰囲気でもなかったので、そのまま解散に。その一件があり、もうあの場所へ行くことはなくなりました。そして夏休みが明け、ホームルームで担任の口から B 君が引っ越すことになったことが告げられました。理由は両親の都合ということで、あと2週間後には別の場所へ転校するということに。時が経ち、最後にいつものみんなで遊ぼうという話になり、普通に公園で遊んでいたところ、突然 B 君が、なあ、肝試ししないか、最後の思い出に、と言ってきました。別に断る理由もないのですが、理由とは別に門限があり、どうしようかとみんなで悩んでいると、 B 君が、最後に家に泊まりなよ、荷物はもう全部引っ越し先にあるから広いんだ、そう言われ、おのおのが親に相談したところ、せっかくだからと許可してくれました。 B 家をお邪魔するとお母さんが出迎えてくれて、その日の晩ご飯はみんなで宅配ピザを囲いながらゲームをして過ごしました。なあ、お父さんは？ああ、もう引っ越し先にいるんだ。そうなんだ。何か壁があるような言い方と表情の理由に少し気になりながらも、引っ越しの話題を振ったのが悪かったのかなと思い、すぐにゲームの話をしてごまかしました。それじゃあみんなちゃんと寝ててね。おばちゃんちょっと出かけないといけないから。どうやら引っ越し先に朝方用事があるらしく、今向かわないといけないとのこと。本来なら夕方 B 君と向かう予定だったが、お泊まりをお願いされ
断るに断れず、お母さんだけが寄り向かうことに。元からその話は伺っていたので、全員の両親もそれを承諾した上でのお泊まりなのもあり、お母さんを無事に見送った後、僕たちは外へ出ました。懐中電灯を持って向かったのは、例の小山。そう、肝試しをやりに、僕たちは山へ向かったのです。ですが、小山を目の前にして、その不気味な雰囲気に尻込みしてしまいました。B 君を除いて。おい、やっぱ帰らん？最後だから。それを言われると断りきれないのか、しぶしぶ進み続ける B 君の後を追いました。内容は、頂上まで行って帰ってくる。それだけだったのですが、暗さもあり、10分20分の距離が1時間以上に感じる。そして、その道半ば、また聞こえてきたのです。今度は、頂上から。D 君が震え上がりながら、帰ろうと連呼して、逃げる準備をしていたとき、B 君は声を荒げて、前のせいだ！と、頂上に向かって言い放つと、鈴の音がピタッと止まりました。もう帰ろうぜ！ C 君が B 君を引っ張りそう言ったとき、勢いよく鳴る鈴の音が、どんどんこちらにものすごい速度で近づいてくる。うわぁ！さすがの B 君も震えながら、急いで走って山を駆け下りました。ですが、後ろに追従するように、鈴の音が止むことなく近づいてきます。そして、だいたい山の中腹あたりに来た時に、再びピタッと鈴の音が止まる。止まん！おい、どうしたんだ？ B 君が目を見開き、下の方へ視線を向け、そしてそれを見ていた C 君も荒げていた息を飲み込む。僕と A 君、D 君は後ろに視線を向けていたが、 B 君と C 君は前を向いていた。二人の反応がおかしかったため、走ってきた道を確認するために振り返ったのだから、僕たちが後ろを向いているのは何もおかしなことではない。それなのに、鈴の音は僕たちの後、 B 君と C 君が向いてる前から聞こえてくる。僕たちはあまりの恐怖に振り返ることができませんでした。どんどん近づいてくる鈴の音。もう終わったと思ったその時、ふわりとお線香のような香ばしい香りが鼻につき、目をぎゅっとつむる。恐怖のあまり立ち尽くしていると、帰りたい。勇気を振り絞って目を開けると、いつの間にか、鈴の音は鳴り止んでおり、そう B 君がつぶやき、C 君は無言のまま先を見つめていました。僕たちは、その後無事に B 君宅へたどり着き、終始無言で布団の上で眠りにつきました。後日、B 君を見送り、引っ越しを見届けました。その後、C 君も引っ越すことになり、引っ越しの前日に言われ、特に何かしてあげられることもなく、理由も聞けないまま去っていきました。これは、肝試しの後の話になるのですが、目を覚ますと、B 君と C 君は、昨日の夜のことを一切覚えておらず、夢だったのかなと思ったのですが、残りの3人は、同じ記憶を持っていたので、僕たちだけで近くの神社に行き、会ったことをそのまま説明して、1500円でお払いしてもらいました。その神主さん曰く、神様の一種で悪さをしている君たちを怒ったんだよ、とのことでした。B 君と C 君は、その後、一切連絡がつかず、大人になった今も再会はしていません。私は大人になって、たまにふと、未だに思うのです。最初のスケートボードから転んだ B 君のスケートボードがそのまま先に進んでいたこと。そして、その後、なぜか鈴の音が B 君にだけ聞こえていたこと。頂上にあった謎の祠に不穏なロープの数々。最初の登山で転び何かを見たであろう B 君。肝試しの時の B 君のお前のせいだと、帰ろうじゃなくて、帰りたい。だった発言。
これは後から聞いた話なのですが、最初の登山の後、実は両親が大喧嘩して離婚していたそうです。これも大人になってから知ったのですが、あの山では女性が付き合っていた彼氏を襲った殺傷事件と男女での転落死亡事故があったとか。大人になり実家を出てしばらくして帰ってきた時には、小山は開拓されホテルになっており、もう全てを知ることは不可能になっていました。お祓いに行った神社では形式に沿ってのお祓いはなく、よくある紙のやつで頭をファサファサされただけでした。神主さんも今思えば子供相手に本気でやっていなかったのでしょう。神様同行ももしかしたら説教の一つだったのかもしれません。ただ神主さんが当時あの小山をこう呼んでいました。どんぐり山と。それが正式名称なのかは調べてもわかりませんでした。ただその過程でわかったものが一つあります。どんぐりの花言葉は永遠の愛だそうです。あの祠はいつから何の意味で建てられ、いつから手入れされなくなったのでしょうか。あの老婆は一体何だったのでしょうか。今は知りよしもありません。どんぐり山でした。まあ、結局分からずじまいではあったな。このリンリンはちなみにね、僕のあのお守りですね、お守り